音量バランス大丈夫ですかね。朝が来ますけど。昨夜は誰も死にませんでした。六番。のプレイヤーは。発言してください。なんかめっちゃ、あれでしたね。なんか食い気味じゃなかったですか。昨夜は誰も死にませんでした。めっちゃ食い気味でしたね。例の人です。 での者ですよろしくお願いします。えー、そうですね、占い師の方は、初中に出てください。えー、進行論。えー、まあ、2になることが多いと思います。占い師、霊能者、2人ずつになることが結構多いと思いますが、その場合は、しっかり、役職者への精査もしてほしいです。審議は少ないだろうという方もいるかもしれませんが、えー、精査をすることが大事だと思っています。 しっかり精査をしてどういう視点で見てるのかっていうのを教えていただければと思いますってところですかねあとはグレーに関してもしっかり単体精査をしていくグレーあのライン精査よりも単体精査を優先していこうという感じですねみんなで頑張りましょう7番のプレイヤーは発言してくださいそうですね特にしようとないですね まあ6番さん増えていくと何がちょっと食い気味だったのかはちょっといまいちピンとこなかったっていうのが印象です、ね。バグかな。うん、まあ、なんて言うんだろう。ちょ、若干特殊なルール、まあ、チャットに貼ってあるんでね、それを守って、しっかり村人へが勝ちたいなと思ってますね。うん、まあ、なんて言うんだろう。6番さんの言う通り、まあ役職の審議をちょっとね、 ちゃんと、なんて言うんだろう、分かれるように発言、個人的にはあんまり発言伸みないんですが、頑張っていきたいなと思ってます。若干でもいいです。えー、眠そうだな。占い師の8番さん、どうぞ。8番、のプレイヤーは発言してるん <laughs> です、えー、?9 番を占って、白でしたなんていうふうに言わませんよ。言うて言うんですか ?7 番 <laughs> さんにちょっと載せられましたけど、あの占い師じゃないです。7番さんに関しては、うん あ別に特に怪しいところはないですね。はい、あの発言伸び,な伸びないって自分でも言ってたんで、2週目、あ7マスはしっかり発言伸ばしてほしいなというふうに思ってます、えー。で、6番さんなんですけど、現状あの01番面ですけど、6番さんかなり偽っぽいなというふうに思ってますそう。食い気味だったっていうのはよくわからないというか、<お>そういうふうに発言してたことが、まず発言稼ぎで。 あの最初に占いに出ようか、霊能に迷っ,出ようか迷っていた人間に見えたんですよね、6番さんの,あの最初の間が。で、それでどっちに出ようかなって考えながらそういう発言してたんじゃないかなと思います。迷わョね。はい、以上。迷わねえ九9番のプレイヤーは発言してください。はい、9です、はい、お願いします。 特にしようないです今のところ6万さんだけ使用してらっしゃって6万さんのことを発言稼ぎって言ったけどそれはちょっと <laughs> 課題解釈じゃないとは思うけどね6万さんが真なのどとか分かんないけど6万さんは22番目になるっていうようなことが予想されるとした上でロラ前提じゃなかったのは6万さん俺はそこだけは印象良かったと思いますけどね他については分からないですけどで7番さんは7番さんは正直老中はしないかな何にも うん、8番さんの方がまだしっかり精査はしてたかなっていう印象はあるけどならば、えー、6番さんへのその評価というか仕方はちょっと課題解釈かなとは思った8番さんについては、うん、ただまだ1人の霊能者が出ただけの発言なんで、まあ、盤面確定しないと正直釣り人とかは難しいかなと思ってますうーん7より8の方が若干印象はいいが精査してた分6への解釈は違うかなって感じ 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。1番です。占い仕様はございません。えー、そうですねこ、ま。この2、3、4、5の中に占いが何仕様出てくるか分かりません。3仕様になることはもうほぼほぼないのかなと、薄いのかなというふうに思っておりますが、もし3仕様になった場面の、えー、考察を先にしていきますね。3仕様になった場合、どんな場面でも僕、えー、釣り切りますね。はい、どんな場面でも釣り切ります。あのうん えっとや、占い師が仕事終わってるとかじゃない限り信用できないような要素がない限り確実に占い師の死しでついてきますね。はい。新郎郎という可能性もね、負わなくちゃいけないと僕はこのレギュレーションで思っていますので、少しの目を、目があるとこ積はみ取りますね。六本さんにに関しては別に 7八に関してちょっと突っかかってましたが、俺、突っかかるところは一つもないかなというふうに思っておりますね。まあ、た、気になるのは9番さん言ってくれた、えー、生存力が意欲があまりなかったと,いうところ、えー。6番さん対抗に例のが出,て出るのであれば、全然僕、キムエチ進行でもいいかなというふうに思っています。発言内容から精査してね。うんうん、だから7八に関しては率直に怪しいなと思いましたね。うん、そこに突っかかっていく。6番さんしか出てない。突っかかる要素しかなかった。9番さんはそれに対してしっかり精査をしていると言っていたが、6番さんそうでもなかったんじゃないかと。ここでようやくそういう発言が出てきた。 かなというふうに思いましたね。うん、うん、僕は例の何しよう、しようになった場合、えーえー、決持ちもいいと思ってます。占いにしようでも占い師の発言から、占い結果からでも全然決め打ちありだと思ってますね。うんうん、それがわからないことにわからないっていう状況に限り、えー、例のにはローラーをかけたいと思っております。はい。それぐらいですかね。僕の言いたいことは以上です。<laughs> 2番。 はい、おはようございます。占い師様です。一番さん、一番さんに白が刺さっております。まあ今の一番さんの、ね、発言を聞いていて、狂人目もないのかなと思っています。で、六番さんが、例えば六番さんだけで霊能が隠った場合、えー、教授に今789、六、まあ、番さんののけて7891の話を聞いて、 まあ巨人目があるのは8番さんかなと思った。でも8番さんの狼はないのかなと思いました。えー、初週から6番さんね、えー、役職への突っかかり。まあ、どう見えても、え、何か強い、占われても白しか出ないという覚悟を感じております。8番さんに関しては。で、9番さんの精査もしっくりきている。なので9番さんからも黒要素は拾えていない。えー、なので今のところ、まあ初週ですが、7番さんの色は見えてませんが、 えー、89が白く感じていますので今のところ7番さんっていう感じですかね。釣り位置は、まあ、早いんですけどね。まだ1週目で他の3、4、5番さんの話は聞けてないのでそこも磋していきたいと思います。2>, 2週目でね、えー。今の発言者の中では7番さんが色落ちないし、うん、言ってることも薄いかな。うん、発言も伸びてないのかなと思っております、うん。それが現状かな。で、カリドに えー、一言言っておきます狩人、まあ、でもスムラの人でも一緒なんですが役職はまだすかさないでください。スムラも自分がスムラだよっていうのもも,うもちろんダメだしアーマーなら全然してくださいって感じなんですがそこも本当の狩人さんから見て人外なのかなと思われる行動はしてほしくないというのがね自分の意見ですかね。うん、っていうのが1周目まあ半周回っての印象ですかね。はい、以上です3番 のプレイヤーは発言してください占い CO で7番に白刺さってます。占い CO7 番白ね。7番さん7番白ね私が真の占い師です。2>, <ー>2番さんは人外だけど、まあ、レギュ的には狼かなって落としておく。まだわかんないけど、2 1番面が固定になった場合は2の共鳴もしっかり追っていきたいと思うが、一、うん、を精作した時に2目線1の共鳴がないって発言を落としてるとこから2番やっぱ狼なんじゃないかなって今のところは思ってます。 でグレーについて触れていくと、まあ、8番はなんか想像力が豊かな人だなと思いました、うん、6への精査あの発言精査っていうのをしてたんだけど8はなんかその、ね、非常に想像力の豊かな村なのかなと俺は今のところ思ってます、まあ、9に関してはなんか比較的当たり障りのない精査をしてるなという印象です、えー、っと2の片代の1番についてはそうだな結構強気な発言を ぶちまけてたなっオオあ、狼であれだけの強気な発言を落とすかと言われたら落とさないような気もするけどまだ色は見えていないかな。891、印象がい、e、い順に言うとまあ,あ1で時点で89フラットぐらいかな。まあ、6は別にまだ太鼓出てきてないからいいんじゃないその生産者じゃなくても。まあ印象論ぐらいでいいと思うよ。2だと思うとか、真だと思うとか言わなくていいと思ってる。 で盤面指定なんだけど、二人間になった場合は確実に僕、例から手をつけます。新郎新郎ケアも兼ねて、でもちろん、芯と決めれるという要素があれば、もちろん、ね、例の芯で決め打ち進行というのはしたいなと思ってますで。決め打ち進行するのであれば、今日は確実にグレーからいきますとだけ言っておきますね。はい決め打ち進行するので、例えば5、6で例のが出たとき、5が芯だと感じたとき、そしたら確実にグレーを詰めて占い幅を狭める。これが、えー、し決め打ち進行の一つです。はい以上4番 のプレイヤーははは発言してください、はいいいおはようございますれいのですで、はい、正直、6番差に関しては現状、強靭でおきます、レギュー的に、はい。ここに関しては、まだ発言次第だと思っています、色次第だと思っています。正直、俺、2番差の方が偽だと思っていて、ていの1番差がそこまで白く,ない白く感じなかったんですよね。7番差に関しては2周目次第なんですけど、1番差に関しては言ってることがあんまり理解ができなかったっていうのが一番ですね。 8番さんに関してはすごい白いと思いました。8番さんに関してはあの時点で、あの時点で8番さんに関しては6番さんについての真偽をしっかりと見つめようとしていた。8番さんはそれが村よそかなと思ったかな。9番さんに関しても6番さんについてしっかりと精査をしようとする意欲があった。9番さんに関しても村っぽいなっていう印象を受けたかな。うん、か8、9ともに白いと思っていて。 うん、正直7番さんに関しては2種目次第いなんですが1番さんがどうもしっくりこないかな 1>,、うん、1番さんがしっくりこないってだけなんですけどねそこに, 2, に 2, を2が1にかぶせてきたからここ老ロ学これあるんじゃないかなと思ったんで、うん、3番さんそこに関して1番さんの印象がいいオオカミでああいうファッションは出せない的な発言はないと思うんで3番さんもし真んであればしっかりしてくださいっていうだけ言っておきますはい かなうん、5番さんは発言次第かな。5番さんはどうなんだろうね。5番さんがすごい黒かったらまた場面変わってくるんだろうけど、2 1ロールめっちゃ見えたんだけどな。っていう感じですね。はい。現状21か37だと思ってます。6番さんは別に狼要素ではないと思ってますね。芯を取る気がない発言だと思ってます。6番さんに関しては。なんで強人だと思ってます。はい。かな。 二一で今んとこ置いてます。今日六から釣っ,ってください。五番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営でした。そうですね。うんと四番さんは初旬の囲いを見るんですねってところ。 いやまあまずその21ラインを見るっていうことに関してはまあその納得しましたよ4番3視点ね。1番さんがまあ白くなかったとそのため2番さんが見えたからまあ21のツールフを追ったと。だけど3番さんがオオカミだった時の相方が7番っていうのはこじつけでないしかないような気がした。うん要素の説明が全くなかったよね。うーん であの、俺から言わせてもらえれば、そもそも初順で囲いが発生してるっていうのが薄いよなーっていう個人的な主観が俺は入っているので、占いの審議について俺は何とも言えないところですが、グレーの中でのオオカミを挙げるのであれば8か9だと俺は考えている。 でそうだなあまあここまで8番さんが白い8番さんが白いとで9番さんが当たり障りのない発言をしているっていう流れに乗っかるのであればまあ9番さんがグレーのオオカミ筆頭なのかなって俺は考えているがだから4番さんとそのなんかうん考え方視点が違う。 で37の終わせ方は要素がなかったためなんかこじつけでしかないように思えたため俺はうん例のから行くんだったらまあ4から行きたいまあ2週目ね次6番さんの発言も聞くけど今んところ4番さんが2周目に思えた6番のプレイヤーは発言してくださいはい対抗の4番さんに関しては強人で見ていますここには明確な理由がありますなぜかというと えー、4番さんからすると3番さんが1万ん白いといったのは視点が合わなかったわけでしょうん。なのに、礼儀的に私を安易に教授に見ました。それなのであれば、えー、郎新振 三六の二狼、二、真、一、今日まで追うべきなんですよね。一番三のこと怪しむんであれば。にも関わらず安易に私に狂人塗りをしたっていうところから、四番さんは狂人だと思います。四番さん視点は、三、えー、番狼、二番真、一番狂人もありえますよね。なぜそれを追わないんでしょうかなぜ一二のロールを追うのでしょうか さらに、えー、2番さん3番さんに関しての狼要素があった上で私に狂人を追うのであればレギュ、礼儀的になどという謎の言葉を使って私に狂人を被ってきたあたり、4番さんは狂人で間違いないでしょう。私は3番さん えっと、3番さんの、えー、9番さんにの対、えー、対する精査、えー、当たり触りのない発言があって、9は怪しいという発言がありました。別に9番さんは当たり触りのない発言をしていたわけではないと思います。8番さんに関しては拡大解釈だろうと言っていましたね。これが当たり触りのない発言なんでしょうか。いい突っ込みだと私は思いましたけどね。 なぜそういうネガティブな言葉を使おうとしたのか。それは無意識に黒塗りをしたい人を探していたから、3番さんは狼に見えます。だから私は4番さんのことを狂人で見てる。4番さんが適当に私に狂人塗りをしてきたところ、4番さんが、えー、それから占い師に狼要素がありそうな3番さんっていう存在がいることから、えー、4番さんのことは狂人。それから3番さんのことを狼で見ております。 オオカミに関してはどうでしょうねまだ難しいですが5番さんがちょっと何言ってるか分かりませんでしたね、うん、なぜ9番さんのオオカミが筆頭になったのかよく分かりませんでした3番さんだけですよね当たり障りない発言で言ってたのはそこが疑問7番のプレイヤーは発言,発言してくださいはいそうですね、うん、難しいですね、まあ、村の意向的には47の47じゃねえは46のランになると思うんですけど うん正直シーにについてないかなって感じかな。まあ、4番さんが一人の囲いをったのは1番さんがしっくりこなかったからそのまま素直に囲ったんじゃねみたいな発言はピントは来なかったけどっていう感じかなっていうところで、うん、6番さんの発言力の強さからうんこれが上手い人だ。どっちなんだろうなっていうところですね。う もサンバさんをロジックでヒットで置くならサンバさんの相方一をポンってあげてもよかったんじゃないかなと思ったんだけどそれが出てこなかったところで唯一の疑問点ですね。以上。いつかは一瞬で発言してみましょう。12ローローの6強で見てます。うん、34がもう99%死んだと思ってます。うん、マジ 4番の1、2、1、2のかっこいい見てたのかなり新芽高いなと思いました、うんあの。で、持って6番の発言、6番の発言ひどすぎる。4番が6番を強靭塗りしてるのがおかしいと。じゃあ4番視点6を狼で追うのが <laughs>、うん、もうそういう発言してるのはもう6番が強靭、強靭で,であの、要は、うん、6番の潜在心理的には、 あー6番をローで見てほしい。だからローで見てほしい狂人なんですよ。うん、だからそういう発言が出るってことはね。ね 4, 番4番が6番を狂人塗りしてる、じゃあ人狼塗りした方がいいんですかっていう。人狼塗りしてたのか、おめえは。そういうのつ透けちゃってるんでいや、今日6釣りしか止めませんけど、明日2番いきますよ。 拡大解釈マン。<う>拡大解釈マンだ。ンに見えますかもう一回、もう一度聞,聞いたら分かっとまうすよ。二番さんの発言。あ,あと、一番の発言が矛盾しすぎて、ひどすぎる。一 <laughs> 番は、例の、め打ちできるなら決め打ちしますって言って、最後の発言で、あの決めあのローラー、君打ちできないならローラーします。 だだこの人、のああ、思い出した、この人。一番、わけわかんないこと言ずつ言,ってる言ってた人が、この人。1, 1 2、2、2番で囲ってるでしょ、うこれ、確実。で,で、6番の視点がめちゃくちゃすぎる。4番に強人塗りがゴ、思い出たわゴリゴリすぎてひどすぎる。こんなの盤面見えない方がおかしい、はっきり言って。何回ぐらいあるのこの人は。と日にう9番。のプレイヤーは発、発言してください。 はい。よろしくお願いします。そうですね。霊能に関しては、まあ、正直わからんすわね。<laughs> 正直わからんすけど、ローラーするんなら、まあ、4番さんの発言も聞いてからでいいんじゃないですかって思いますけどね。そんなに6番さんってそんなにおかしい発言してたのかな。まあ、8番さんなりの精査なんで、まあ、8番さんの他の精査っていうのは、まっとうかなと思いますが、そんなに6を釣って2を釣るっていうのは、正直俺はなかなか難しい進行じゃないかなと思ってます。 ただ、まあ、その発言は多分、平等を買う発言だとも思いますので、まあ、8番さんは白く置きたいかなと思ってますね。で、まあ正直俺、グレー詰めてもいいかなと思ってますけどね、俺はちょっと5番さんが黒すぎないかと思ってます。俺が叩かれたからっていうんではなく、6番さんが言ってたけど、俺の、俺が当たり障りがないから、ロジックっていうな発言、その流れがあるからっていうようなところで、 3番さんの発言にの乗りまくってたっていうところ、流れも何もなかったと思います。むしろ14は俺のことを白いみたいな感じで言ってくれてたと思うんですけどね。何にもない流れのところを急に俺のことを黒塗りしてきたっていうのは、正直5番さんの発言分かんなかったし、それを6番さんが的確に続いてるところ、仮に6番さんが強人であるならば、占い師の真偽がついてない場面で589に、えー、ローがいる可能性があるっていうところで5番さんにヘ塀と向けていくというのはなかなか難しいところなのかなと思いますけどね、私は。 なんで、俺普通にグレー詰める進行も強いと思いますよ、カリウドを出してね。うん、だから22番目なんでカリウドめあ出してグレー詰めてもいいんじゃないかなと思ってます。グレー行くなら俺5番さんに入れます。8番さんは白いと思ってますのでね。で、5番さんで白結果が出るんであれば初日違う恋いっていうところになってくるんですが、そこについてはまだわかんないですね。うん、4番さんの骨折もそんなに白いとは思わなかったです。1番。 のプレイヤーは発言してください,ださいちょっと9番さん微妙になりましたね、今の発言で。4番さんの発言がローラー回すんで、あ例の釣るんだったら2巡目の発言を待った方がいいんじゃないですかって。5番さん、あなた釣り位置に上げてますけど、5番さんもう一応あるんですよね。うん9番さんからその発言が出てくるんであれば、5番さん釣り位置持ってこないかなと思った。そこで9番さん臭くなった。で8番さんに関しては、僕を殴ってるけど、その殴り方をと、僕の何が分からなかったのか、矛盾していたのか、何が発言が。 僕は例の2人で出た場合、発言精査から決め打ちできる要素があれば決め打ちしてもいいです。占いも同等です。って言いましたよね。そこでふわふわしている、矛盾している、その理由が全くわかんないかな。で、四番さんに限ってはええ、えーと、2番、1番、3番がオオカミであるんだら、3番、7番、もう占いをオオカミにしちゃってあげたい。そして、初日、過去にしちゃってあげたいムーブにしか見えないんですよね、4番さんに限って。うんそれがわかんない。だから、今のところ、 4からいくよ番うんだ,ときゃだけど6番さんが8番さんを釣り寄せなかった1周目の理由は分かんなかったかな。うん、1周目の8番さんの話を聞いて6番さんは釣り位置を5番さんに持ってきたのがちょっと謎かな。 うん、まあ2、3に関してはぶっちゃけ分かんない。分かんないけど、3万さん気になったのは7番、7万さん白当たってる八九8、9の発言は別に白,白いみたいな。帰8、9の発言は別にそんなに怪しくないみたいな。2> 2じゃあ、あなた目線発言終わってない5万さんしかオオカミいないんじゃないのって思ったんですけどね。そこがちょっと気になったかな。うん。4万さんに限っても、不当な殴りでしかないと思ったね。2、1か3、7って、それしか見る視野がないんですかって思いましたけどね。例のここが真だったら、 やばいと率直に思いましたね。うーんちょっとグレーに関しては、すみません、白い人はいませんね。はい、今日4番、連絡が行くんだったら4番さんです。グレーが 2>, 2番。あ、持っててきたのプレイヤーは発言してくださいあすみません、ちょっと電話が来てて、えー、9番さん1番さんの。あ、こーツかはい。 はいすいませんちょっと、えー、電話が入ってまして、えー、9番さん1番さんの話が聞けておりません本当に申し訳ないと思ってます、えー、2>, 2週目の精査に入りますが、えー、まずレノはローラーかけたいと思ってます自分的にはねでグレーの位置なんですけど5番さんの言ってることはよくわからない で八番さんが決め打ちしたいのは <laughs> えっと八番さんが決め打ちしたいっていう理由はあの何をもってそうやって6が今日12が6なのかをもうちょっと詳しく言ってほしかった1周 <laughs> 目の八番さんは白く感じたんだが2周目はよく分からなかったって感じかなであとさんまさんに言うんだけど 俺が1の強人を追いませんって言ったのは1に白が刺さってるからですよ私目線1のローを追ってどうするんですかっていう話だけを言っておきますちょっとすいません息がかかってて <laughs> <laughs> えー、えー、っと9番さんの精査は1周目だけしか聞けないんで本当に申し訳ないんですが えっと、例のはローラーかけたいと思ってます。で、46、自分も強人と思ってて、3番さんは狼だと思っております。で、46で言ったら、えー、どちらも同じような感じですかね。はい、以上。三番のプレイヤーは発言してください。まず、白黒つけるときに理由を言ってください。568。はい、568年、ね で、9番さんに関してはちょっと意見が飛躍しすぎかな。グレー、狩り出してグレー詰めって言ってるけど、じゃあ、例えば、えー、七えー、5狩りで、えー、じゃあ、形にグレー詰めるのかっていう発言もなかったし、たじゃあ、例えば8番を詰めるとなロス釣らないで白白結果が落ちるとなら、そしたら穴とられますよ。大丈夫ですか ?1 番さん狩りだったら出てほしいなと思ってます。 2>, で2番さんに今言われたんだけど、あの俺1の強目は追ってないって言っただけだからね、別にそれを2番さんの偽世として挙げたわけではないです。はい。俺の発言値で、一、えー、2番、二1番面だったのでね、はい。1番は強人じゃないんだろう。すげえ狼っぽいな、なんかす,です,んかすマイナスに捉えるね、なんかね。と5番さんはなんかその、4人近くいねえだろみたいな思考力はやめた方がいいよ、マジで。うん。だから消去法で8九が狼一なんでしょ。 あなたが一番理由つけずに9番をオ道ミだけてると思うから、1番5番さんがサイクルで置いてる。ただ2番さんも5番さん怪しいと言ってるところから、実際どうなのかはわからない。うーんー、8番さんについてはなんだろうね。す,すごい、もう。オカミねぶついまくてんなという印象です、正直なところ。なんかそんな2、23、村視点で23決め打ちできるような要素あったのかなって。俺8番の席座ってたら俺わかんないって言うと思うから、正直なところ。で、9番さんに関してはグレーツ目の進行が甘すぎる。かな。 4、6の精査についてなんだけど、なんか6番が俺殴ってきた理由が不当だと思ってるんだけど、ただ6番って2、3の審議をしっかりつけようとしたんだよね。強人であればそこまで審議つけるかなと思った。4番はただ、えー、と初日過いしか追ってなかった。これ4と5はなんか考えが逆なだけだよね、本当に。うーん、どうしようかね。4、6はどっ,ちからでもどっちからでもいいと思ってるけど、もう審議つかないから釣り切ります。明日は確実に1番をなんで1番狩りだったら出てほしい。グレーの中でサイクルはこう。 4番してめっちゃヒーっ3シーンだと思います。はい3目線多分盤面詰まってますよ。89に関しては白い理由もあげました。げましたなんだ、囲いが5番さんで5番さんの発言次第ですが、囲いがあるとすれば37か21しかないと思っている。89に関して明確に白いと思っている。で、2番さんに関して言っておきます。8占いしたらあなたのシーン完全にないと思ってください。3番さんに関してもと 一緒ですね占い師両方に言っておきますと8占いは確実に捨ててください,、はい。2目線も8は確実に白で,白ですね、はいうんで。9番さんに関しても3番さんが言ってたけど9番さんに関しても狼要素は全くないです。9番さんがもし狼であれば安直に今日46のロラに持っていきますね。そこは9番さんの狼要素ないところです。はいうん、本当に1番さん怪しいと思うんですが1回なら5でいいですが。 はい、正直、5、1に釣り切ったら終わります。言っておきます。5、1に釣り切ったら終わります、ねはいうん。6番さん、どうしても狼には見えないですね。5、1に釣り切ったら終わると思ってます、はい3い。一応言っておきますが、3番さんが1番さんに対して、貝なら出てっていうのは、これは新感情です。3番さんが1番さんに対して、かいなら出てっていうのは、絶対に新感情だと思っています。 うん、かなそれしかないと思っています。確実に多分8番さん噛まれるでしょ8番さん占いした人は芯切りますんで、お願いしますね。かな ?5 番さんに関して言っておきますね。あなたの囲いがなければ、それは8級になるんですよ。2、2、3でどちらかが囲いが発生しなかった場合って、5番さん目線は8級しかないんですよ。だからあなた目線で8が白いって言われたら9しかないって、それは当たり前のことを言ってるんですよ、5番さんに関しては。 あなたの交差としっかりしてください。あなたは村ならばもっとしっかりしてください。村なら6番のプレイヤーは発言してください。さいはい。いやなんかみんなから何言ってるのかわかんないっていうふうに言われてるんですけどまあ3番さんがそれを汲み取った上でそれは安直じゃないかっていう指摘があったんですがえ初旬囲を。 追わないでっていう考えって安,なな<ょ>安直なのかなうん、安直。それよりは8級への精査だと思うけどな。そっか、それで黒目に見られてるんだったらごめんなさいっていう感じだけどね。いや、だけど、そのまあ、ごめんね、やっぱり俺は8級を見たんだ、2巡目の発言に関しても。2巡、うん、目のか発言に関しても8級を見た上で、8級の。 あーうんと8番さんの釣り先指定の強気、あの占われる懸念がないよなって、全く、例の決め打って、占い決め打って、もうこの段階で審議つけて、釣り先指定って、はっきり言って、人外のムーブじゃないよなって、俺は思ったね。 でまあ9番さんに関しては俺がグレーの狼一だよという理論を挙げたらいや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 あなたの言ってることがおかしいよサイクロイチ5番さんだよっていう風に殴られたら殴り返すでしょいや俺はだからいやまあ考えが浅いって言われたらねそこまでかもしれないがまあ理由はつけたよだから。 囲いはないと思いますって。だからグレーの狼一応8か9ですねって。8が白いと思うため9が狼だと思うよって。これだダメかなそしたら9を俺のこと釣り位置にあげてるんでしょうーん。まあ霊能は4からいきますね。投票を始めてください。信じてください。私は決して悪人ではありません。 3番に触れてましたね。4番のプレイヤーが選ばれました。OK、まあ、ここまでで十分だな。4番のプレイヤーは発言してくださいまあいいですが、多分5番さんは村だと思いますよ。はい、うん、やばい村だと思います。5番さんの8番さんへの指摘はごもっともだった。 ただ今日4つります確実にないですね。はい、それ7番さんにも言っておきます。確実に完遂してください。6、新,新進行なんてやめてくださいね。はい、明日6つってください。うん、何、1、2で見てるわけいや、どうだろうね。8番さん絶対噛まわれますんで、言っておきます。8番さん絶対噛まわれますんで、明日確実に6つって2つってください。6つって2つってください。いいですか ?2 番さん確実に偽です。 うん、ロールを見えてます正直5番さんに関しては両方ともに叩かれていてここに関して5番さんが相方ならばまずないですねうん5番さんが相方軸で考えるとちょっとないかなと思ってますただ一二ールしかないと思ってますね9番さんに関して確実に白いです確実に白いです意味わかりますか9番さんがもう一回言いますね9番さんが狼であればグレー詰めなんて発言は出ないと思ってます なんか思考マンなんだろうね、4番さんは。っていうのは、胸、えー、を詰めるっていう、その進行になった場合、9番さんも釣られるかん確,確率があるからです。4強靭だなこれわ、うん、かりますか ?9 番さんを強靭でおいたときは確逆ですよ。9番さん強靭でおいたときは確かにあるかもしれないんですがお、俺はどうしても6番さんが強靭にしか見えない、オオカミには見えないから、9番さんは確実に白だと思ってます。 9占いも8占いもなしです、正直言って。そこに、そこを占った場合、芯切ってくださいね。うん。かな。1、2、ローにしか見えないと思ってますね。はい。6つって2つってください。八番さん、多分三3、3守ってほしいかな、みんな。夜が来ました。目を閉じてください。面白い。 弟やばい撃てねえ半角になってる弟 <laughs> なんであっちか割れるって言ってんのにサーマー盛りなんだよほんまに 朝が来ました昨夜死んだのは三番5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえー7番さんに白えー7番さんが確定白ですね まあ、とりあえず3番さんが噛まれたってことで、2番さん釣りでいいんではないでしょうか。うん、占い進路か、霊能進路かって問われたときは、やっぱり占い進路の方が濃いと思うし、3番さんが噛まれたっていうことで、うん、2番釣りって、俺はいいと思っている。 うん6番さんが進化強化。いや、その判断って必要かな ?6 番さんの審議って必要俺は完遂でいいと思ってるけどね。うん。だから今日2釣って、明日6釣ってっていう流れで。で、7番さん確定しろ。あ、まあ、噛まれるか。あーうーん。だったら昨日の投票9番さんがこれに入れてんだよね。あ、まあ、グレツメっていう発言を落としてるからね。 で黒一も俺って言ってるから。だけどな <laughs>。はやっぱり浮いてるよね。うん。俺がグレーの狼一だよって言ったら、サイクロ一五番って反応でしょう。うん。地紙もありそうだたな。二級ローローとかないかな。どう思いますか、皆さん。六番。のプレイヤーは。 発言してください。え、5番さん臭くないえ、なんでそんな、ええー、ってなりません ?3 神みたいな。私3番さん偽だと思ったのからびっくりしましたよ。でも、すんなり受け入れてましたね。これ3番さんのさ、これ地紙あるんじゃないかなと思うんですよね。で、4番さんがさ、3番さん守ってって言ってたじゃないですか。だからワンチャン、そのグッジャブされるんじゃないかと思ってたんじゃないかなとも思うんですけど、違いますかね。 な、気がするけどな、なんか3号2オカミもある気がするんだよね。な、え、なんでかっていうとう私が言うと不自然かもしれませんが、えっと、2番さんの、あしの占い結果って、まあ、偽であったとしても大事なんですよ。だから私が釣るべきなんですよ。5番さんの位置だったら、私釣って2番さんの結果を残すためで2番さんを釣った方がいいんですよ。うん。私のね、その2番さんの色をね、なんか見せたがってる気がするんですよね、三あの5番さんは。なんかそんな感じがしましたね、かなり。 うんまあ、ただ単純に、5番さんメッセージだったら6、2の順で釣るべきなではあるんですが、私は2番さんの色は単純に気になるから2番さん釣ってほしいっていうのはある。うん、だねー。なんか3、5、2、4回も見える気もするけどね。えっと、で、3番さんに関し、あ、そんするか。3番さんに関してはさ、初週8、9怪しいって言っといてさ、で、今度はさ、5が怪しい。 って話ですよね。もうヘイトばらまきすぎてから偽かなと思ったんですけどね。4番さんに関してはえ、5番さんも白いでしょ。1、2って言うんだったら、だったら、クロス占いし,してって言えばいいじゃんね。3番も、三番さん守って、で、えー、クロス占いで終わるからでいいのに、それをしなかった。で、8番さんに噛まれる噛まれるって言ったら、もう、えっと、とりあえず白い人が多すぎなんだよね。4番さん目線。8、9、5は白いんでしょ。さすがに白い人が多すぎるんだよね。うん、完全に場を見忘れたよね。今日はニーズリ。色みたい、単純に。 7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、そうですね。圧倒的村の僕の発言が、多分残される、まあ多分残される、まあ、噛まれるのかな、噛まれ位置圧倒的に僕なんですがあまりにも噛,噛まれなそうなんで、頑張って考察したいのですが、うんまあ、6番さんは自分に出てる8番さんについてどう思ってるのかちょっと知りたかったかな。 三号は、三考は終えないかなっていうのが個人的な感想ですね。うん。そうだな。うん。<laughs> うん、わかんないな。今日多分6番さんは俺投票入れると思うんですけど、いしか残すか、例の残すか点た例の,の方いらないと思うんで、 うーん、そうだな。うーん、小バさん。いやー、俺小バさんの黒いやつは全く知らないんだよな。まあ、いい感じに見出したんじゃないかな。うん。いや、個人的に4番さん偽だと思うから、いやー、偽つ、偽ついうのもあれじゃねえと思うんだけどな。 いやーわからないですね。今日は絶対6つるべきだ。今んところ6番さんいます以上。8番のプレイヤーは発言してください。いやーもう、初日心霊のつって、なんで <laughs> 3番噛ませてんのほんとに、カリドの使えなさ。ひどすぎるでしょ。<laughs> 57生きてる限りね、57は多分噛まれない。ひどいから。うん 発言悪いかもしれないけど、今日2釣りで明日1、うん。4番さんには申し訳ないけど、<laughs> 今日2ずりなんだ, <laughs> なんだ。まあワンチャンス6、最終日まで行ってたら六16しかないんで、6人、六7 <laughs> この順番。強靭 <laughs> で打てたんじゃないんですか、ね、カーリードがひどすぎる。3番噛まれてる時点で8番に積むらすけてるけどね。これ <laughs> な,なんでわかんないのむしろ。5番と7番は。6番、どう見ても強人でしょ発言から。6番目線、強人であっても2番釣りオすしかないんだよ。ああ、本当。いやあ、問題9番がちゃんとわかってるかどうか。正直ね、<laughs> 正直、 9番がもうポンコツだったらもう多分勝ち目ないです。おめえが一番ポンコツだろ三が3番,か !3 番が、3番を死んで見れなかったカリウドが、本当にあ、ね、<laughs> まあ4番さんも言ってた。<laughs> どっからのみのお前の方がポンコツだろうが、うん、これはもう完全に <laughs>。 三番さんは一番占いたいから、一番カリューとポンコ…みんな遠回しで言ってるよるいい八番さんがポンコツだから白いって言ってんだぞ、だいみんな万丈一で八ででの白さ、そこだぞ二一だっ確実でしょ三番親目高いから九番。八がポンコツすぎて、こんなポンコツなオカミいないだろうって言ってんだぞ、みんな二番から行くっていうのは、同意ですね三番さんが噛まれてる以上、噛ん まあ自してるのかは知らないいですけどね噛まれてる以上占い師の,結果の色どうしようかなうい,いらないと思ってますね。単体精査しかないと思ってます。黒でいっか。で、これ、狩人出る場面じゃないんですかね乗っ取られますよ。下手し。狩人出ないんですかだから言いますけど、俺、スムラですよ。<laughs> 俺、スムラね。で1番さんが狩人なんであれば、出ればいいじゃないですか。 で、対抗がいるんであれば、そこ釣っていくって話になってくるでしょう。だからこそ俺、グレーズ目強いと思ってたんですけど。うーん。湯場さん、いい意見です、ね。八番さんも今の発言してる以上、カリウドじゃないんでしょだからカリウド出るべきだと思うんですけど、仮に隠しの七番さんがカリウドであってもない。乗っ取りケアするっていう意味では、確実に来てるカリウドが出るべきだと思いますけどね。<laughs> 出ないか。 そうですか絶対出るべき、ね、なら余計グレー幅が広くなってめんどくさいだけだと思いますがニーつって1つるのかまー、あ、つるっていうのには賛成ですが8番さんに1つるかどうかっていうのはもうちょっと精査したいなと思ってます相変わらず俺5番さんの発言はわかんないです初日囲いを追わないっていうのは盤面だけの話であって単体精査全くしてないっていうところ意味がわかんないですね 結局3番さんがカマまれちに来てるところで1番さんのローはやっぱり追わなきゃいけないと思いますよ。盤面上ね。うんまあ今日は2番さんに入れますが今日俺はカリウド出るべきやと思いますけどね。なんなら昨日の段階で出て3番さんのかまれを防ぐっていう意味でも出るべきだったと思いますけど。以上だから言ったんやけどね。1番。 のプレイヤーは発言してください,ださい、はい、そうですね今日はまあ2番さんの話も聞きますけど2番さん3番さんが地紙がかまれているかもわか,か,からない以上2番さんここに占いにオオカミが出てるって可能性は確かにありますなので2番さん脳死で言ってもいいと思いますだけれども6番さんに関しては俺明確に真かなっていうふうに思ってますそれはなぜかというとい<や>4番さんが真には思えないから、うん、4番さんの発言でグレー589全部白置きしたんですねで21か37のどっちかしかも 言っってなかったで、6番さんには強人置きであればあなたが本当に真であればもっとグレーの精査をするべきなんですよね。589っていうのはまだまだ発言もあって残っている中で8番確実にしろ8番占ったら占いのシーン切ってください。あなたのシーン切ってくださいって言ってるのにしか見えませんでしたね。う であれば、あなたの対抗の6番であれば、初日学い初日学って言ってましたが、グレーの怪しい目線もあったらいいんじゃないかなって、俺、シンだったらその目線もあってもいいんじゃないかなと思,思,思いましたね。皆さん、それで、8、まあ、幡さんに関してはもう、脳死で3番シンで4番シンって言ってます。8回し,しか考えられんけどなん。8幡さんがあそこまで3さんを、ね、言っている以上、皆さん、狼名はございませんって言っていますがあんだけ言っているのはね。 だからここで3番さんが地上だったら8番さんが白くなるメリットってあるんですよね。そこまで皆さんしっかり精査をしちゃおしいかな。で、9番さんと5番さん相変わらずやり合ってますが、ここをどう見るかなんですよね。確かに5番さん言ってることは全くわかりません。2番さん釣ってから6番さん引ってから6番さん行きましょうみたいな。明らかにグレーで5番さんは9番さんを怪しんでるのに、 もうみんな釣り切ろうとしてますよね。そこもちょっと防衛反応にも見えるんですよね。うん。そして9番さんのカリル出す目線。それも分からなかったですね。9番さんぐらいの、ね、考察力がある人だったら、後からカリル出ても乗っ取りかどうかなんてあなたです、ね、改め線分かることなんじゃないんですかそれは納得できんけどね。今日だね、テレなら。役職に連続で噛まれてるんだから。レーは発言してください。あのね、今の発言を聞いて1番さん狼オオカミと見ますか皆さんに言いますが。 で、7番さん結果白で角白位置になったんだけど、俺6番さん狼で見てるよ。3番さんの地紙はないでしょ。で、6番さん、挙げくの果てに俺を釣り落したよね。だから6番さんっていうのは狂人の動きじゃないんだよ。だから3番さんの地紙を追っていない。だから3強に4親6ローで、その相方がどこかって言われたらまだわからない。5、6でライン切りしてるのかなとも思うし、えっと、8、9番さんは2に行く。まあ1番さんも言ってたけど、 じゃあ、俺のシーンを切るってことだよね、それは。もう占いいらないよってことだよね。で、今の一番さんの発言を聞いて、まだ狼を追いますかそして一番さんを私を押している。3号で,で合ってんじゃないかなあ<ー>違うかね。どうなのー,ーん。56ローの3強。 8は変態プレイしたいだカレードって感じするけどな。87も思ってんじゃないる、ね。あと6番さんの黒要素というと、5番さんに確か指摘したよね。占い残して次の日の占い結果の方が大事じゃないの例のより。って言ったにもかかわらず、6番さんは俺を釣りをしてきた。だから、俺は例のは完遂したいんだけど、俺から行くの ?8、9番さん。 っていうところかな5番さんはいまだに何を言ってるのか俺は理解ができないかな。確かに8番さん番さんっていうのは初週から、まあ、初日から俺を疑っててその意見を変えないっていうところは白く見てる。だから9番さんもあって老う名はあるんだが56のライン切りとも俺は思えるんだが、うん、できることなら狩人は出なくていい。 一か九つ<日>って勝ちたいけどちょっと厳しそうだなこれ<俺>投票を始めてください <laughs> ありえんこれじゃないべ2番のプレイヤーが選ばれました 5が白であることを願って5を釣いますか2番のプレイヤーは発言してくださいえっとまず言わせてください。3番さんの方が新目があったでしょ皆さん目線。なのに3番さんを噛みますか私が狼噛みならばというところまで考えてほしかったかなあ ?6 番さんが例ので、まあ、行きたいのはわかるよ。行きたいのはわかるが、3番さんのことを偽世、ね、まで言っておきながら私ずりを押すっていうのが。 6番さんの2攻めっていうところかな。で、残りのグレー1に関しては、5番さんは本当に何を言ってるのか分からない。で、56、56でやり合ってるっていうよりかは、5番さんの発言に対して6番さんが叩きを一方的に入れている感じ。で、5番さんは89に平トを向けていて、89番さんは俺が2戦目と、1本ずりと言っていたんだよね。で、8番さんは2 1を追ってんでしょ。1番さんの発言ってさ、ローメンあると思う。 3C4 になったら3人釣り切りますって1日目で言っててじゃあ 3C4 になるの分かってるの1番さんはっていう叩きも入れられるししかもそのた例えば1番さんがオオカミだとしてそれを言うメリットっていうのが全くないんだよね強人でも全くないだから俺は1番さんは強人を起用していないし,しい最初は46どちらかに強人が出てて3番さオオカミだと思ったけど3番さんが噛まれたことによって3番さんの方が新芽あったでしょ 7を説得できそうな。七番さんを新目あって、ななじゃあ俺が狼で3番さん噛んだらこんな風にローラーかけられるでしょ。っていうところまで考えて欲しかったかな村の人たちには。7番さんだけだね、唯一、6番さんをに入れてくれてるのは。体力<対>つるべきだけど、ね、ローラーあると思ってんだが。はね、僕は説明した通り。絶対に1番さんないでしょ。どこが黒いの8番さんもう一度考え直してほしい。 5番さん6番さんの発言を聞いてほしいおり5ク番さんは俺にスクローるしてくれるのではい以上です6は2クロ カりがどこにいるかわかんないから上一難しいかもねこれね。朝が来ました。昨夜死んだのは。のを通るのか。やっぱ八が七守ってたんじゃない。八番,番のプレイヤーは発言してください。うん、非常にありがたい。<laughs> うん、七番かまれてよかった。 うん、あ今日1行きます。うんあまあ、6でもいいけどね、うん。6でもいいけど1行きたいんです、うん。5番が村だったら1行けるはず、うん。5番が村だったらいつも6もどっちも行けるはず。1絶対白いと思うけどな。1番狼でも完全ロックしてるから。<laughs> 絶対1白だと思うけどな。1番が6を死んで思うっていう発言がもう完全に 人狼目線は強人を分かってるっていうアピールにしか見えなかった。ワンチャンス逆もあるんじゃないかなっていう、新郎新郎の場面もあるんじゃないかな。ああ、て8番噛まれてたらもう村負けてたんであ、7番噛まれてよかった、本当。1いきます、1いきます、明日六1いって終わるんじゃないのその理論だったら。 発言狼あるのかいこれ。いや、明日6はないでしょ。なんでこんな盤面で進路進路ってるのか分かんないですね。<laughs> 3番さんが噛まれてる盤面で。あそうだどうした <laughs> どうした, <laughs> うした <laughs> 意味が分かんないんすけど。俺、そんなん言うんやったら俺今日6番さんに入れますよ、普通に。 それで普通に8番さんちょっと精査に入れようかなと思いましたね、今の発言は。ね、明日一番さんょっと終わんなかった時に6番さん釣る視点だけはなくないですか、ね、普通に9号の精査でしょ、あなた目線。って思いますけどね。どう,そうどうしたどうした <laughs> マジで意味わからんと思ったわ、今の発言。<laughs> うん。 初日だけはね、5番さん釣りをしたんやけどね、もうこうなった以上、しっかりと精査していくしかない。別に初日に関しては別に、スムラが釣られても俺はいいと思ってるからね。だからグレーズメっていう風に言ったけど、今の8番さんの発言はかなりやばいと思ったな。一つとはなかったら6の思想だけは俺はないかな仮に6番さんがみんなの言うように心境で出てるんあれば、6番さん目線も PP が起こる段階やから、結局6番釣りってのは起こり得ないと思ってるからね。なんで1つって6つんのかはわからん、意味が。 だから、俺は今日六番さんに入れるかな。うーん、以上かな。普通にグレー行くんやったら、一番よりも八番の方が今行きたくなったけどね。その発言だけ聞くと。<う>あなたがグレー、六番さん以外から行くって言うんであれば。九黒なんぽいな、俺な。まあ、六九九なんじゃない、これ。まあ、六番さんの発言す。九九六なんとか。な気がしたけどなます。私はそしたら。以上です。一番。 い白いけど黒っぽいですね。6番さんね、俺、強人だと思えない。てか、オオカミでも強人でも思えない。人蓋だと思えないんですよね。うん、やっぱり四番さんと比べたときに、発言から精査しても、絶対六番死んだと思うけどね。うん。 でしょ。おかしいんだと思う。申し訳ないけどね。でも発言精査するってちゃんと言ってからね。発言精査した時に、四番さんのが明らかにおかしいからね。五八九白い。おかしいでしょう。うん。あなた本当、狼見つける気ありますかってとこなんですよね。うん。いや、六番さんには今日入れないよ。うん。だからね、俺は六番さんは新進行で全然いいと思って。六番さんが何っていうかわかんないんだよね。六、うん、番さんが何っていうかわかんないけど、六番さんは新進行で。いい <coughs> でも逆にこれ俺,か俺がオ,オカミだドどういプレイだからね ?6 番さんがね。5、ね、ませんようにう番2番さん黒っつでしょ、うん、うーん。まあ、逆に6番さん強靭でもこれ2番さん黒を打ってる時点でこれ履歴行為になっちゃうけどね。うん。9が6ずりを捨てるのがなんかすごいオ,オカミくせ、うん、2番さん黒でしょ ?2 番さんの相方って言われたら、ああぶっちゃけわかんないよね。うん、ぶっちゃけわかんない。 うん、でも9番さんが6番さん行くっていうその目線がねあまあまあまあ度安定思考っていうんならまあ普通の目線かもしれないけどあ俺的にやっぱ589で比べたら8番さんの白い理由が全く分かんないんですよね。8つるかこれ。確かにさんまさんの狩人だったら1番さん出てくれっつって噛まれてて確かにこれは信憑性あるけれども。 でも確かかといって2番さんが6番さんオオカミで置いたのはもう全くわかんないですよね、うん。だから2番さんシーン切ってい,いと思うで2番さん来るでしょあ。グレーから入れます。はい。5番さんのシンキッてグレーから入れます。5番。いいぞ。え、なんで1番さんって6番釣り飲めないのえ、普通に6番釣り飲めるでしょ。うよそんな6番さんってシン めっちゃ死んだよっていう感じないけどね、俺してんね。え、るか全然わ教一だから。らオカミじゃねだうん。五分五分だよ、全然。それをなんでそんなグレーから行くでしかも、え、でしかも一番さんって今、グレーから行くよって終わったけど、グレーのどこから行く気してるんですかってところなんすよね <laughs> グレーのどこ クラスルト置いてるんですかああ。で9番んに関してはここで曲がるのね思考がなんか初旬までは村つらしてもいいと思ってたからとかって言ってたけど俺を通用してたのにここで来て急に三日目で思考が変わっちゃうのね5じゃありませんよねいや俺のことを黒いって思ってるんだったらずっとそのままで良かったんじゃないの だって言ってることが理解できないんでしょう、俺の言ってることが。なんで、いやまあ8番さんが臭くなったっていう理由は述べてたからね、9番さん。8番さんが怪しいっていう理由は述べてたから、8番にヘイトは行くのはわかるが、俺のあれがなくなったっていうのはどういうことなのって。ままあ今日6吊るします。6番のプレイヤーは。 だから昨日も説明したじゃないですか。2番さんんを昨日日釣釣った時点ででもう今日私釣りはないんですよそれだったら私釣って2番さんを釣った方がいいでしょ。2番さんの占い結果をどこにしろに出すのかっていう方が情報が有益のはずでしょ ?5 番さんそれからまあ89番さんあたりの位置だったらね。特に5番さんね。3番さんが噛まれて全く動揺も何もしてない。でしょ で、2から釣る。もうこれもおかしい。ただ、えっ、ー、と、2が黒だった。だから多分ね、もう、3を噛むって、三を噛んだっていうのは、5番が狼だから分かってたことだから、えー、分かってたんだと思う。まあ、3号で見てたけど違いましたね。で、2号。 だった。で、もう2を釣らなきゃいけないっていう意識が多分先に働いちゃって2釣りを行ったんだろうね。私釣りっていうのはなかっただろうね。で、ここでさ、6釣りを飲めないのって言いながらさ、なんで九九6釣りを飲んだ9番さんにヘイトも向けての ?1 番さんにヘイトも向けながらさ、9番さんにもヘイトも向けての、何をやってんのって感じだよね。5番さんに関しては。 で、2番さんはさ、昨日さ、私を狼で釣るあ、狼で、えー、言ってた理論もよくわからないし、で、しかもさ、最後にさ、6番は2番に黒出してくるよって言ってたよね。私のこと狼で見てるんだったら、2番さん白にして3番黒の軸で進めた方がさ、考察濁るから楽じゃん。うん、その視点が、まずおかしいよね。うん、2番さんはもう黒でしょうん。で、それから、まあ、9位ちゃんめちゃくちゃ白いと思ったけどね。9位ちゃんかなり白いと思った。うん、だからもう5、五8釣り切らない。 うん、八番さんに関しては9番さんが言った通り、1を釣って6を釣るっていう視点がマジで意味がわかんないよね。まあ6を狼で見てんの。なんでこのタイミングで見るのって。どうしたって感じだよね。ここで私釣りもったいない私釣るんだったら昨日釣るべき。昨日釣るべきね。うん。5釣ろう、今日は。うん。今日はもうヘイトばらまきすぎあ,あまりにもね、うん。だね。今日5釣ろう。5は6の審議不要って言った後、今日釣るっていうのはよくわかんない投票を始めてください。 ありえん。オラじゃないべどうした巨人しよういやゴズリで終わる可能性もあるんだよな9が八に行きたがってんのか五番のプレイヤーは なんかね6番さんからうんと、まあ、まず3番さんが噛まれた時点で動揺して全く動揺がなかったっていう指摘があったんですがいや何ど,どういうことそれは意味がわからない印象下げだよねあ三3番噛まれたねって画,画面見てやあ三3番噛まれたってわかることでしょ動揺ってなんすか意味がわからない逆に。 でうんとヘイトばらまきすぎって言うけど俺は1番さんと9番さんの腑に落ちない点を挙げたんです。不当でしたか俺間違ったこと言ってますいや1番は何で6番さんの釣りが飲めないんですかってこれ別におかしな発言じゃないですよね。9番さんは何だって急に俺への釣り1ケージを取り下げたんですかって。 まあ、初めての要素を上げてたから、そこは分かったって。だ,だ,だけど、お礼の取り下げは一体どういった思考からなんですか理由が聞けてないですよって。これの何がおかしいんですかいや、6番さんのお礼の印象下げは不当極まりないよ。うん。意味がわからない。うん。これ、ゴクラなのかな今日六番つるしてお願いしますね。 印象下げが雑すぎる6番のプレイヤーは発言してくださいえ6番投票した人はどういうつもりで決まる2番さんをつったんですかで私のことは何と見てるんですかね単純に疑問なんですけど。うん、で5番さんに関してはさえ動揺してないのが不当と言いましたがあなただって初日格好を,を読みないのは安直って話してましたよねだったら占い師が噛まれたらうわって思いません だって、その初日覚悟を見ないのは、クロス占いがあ,るあって、初日覚悟になかったねっていうのが分かるのであって、それが成立しないわけよ。5番さんの、もともとのさ、その安直に見られてた部分がさ、クロス占いができないっていうところで、3番さんがね、噛まれた時点でそれができないっていうのは、かなり動揺すべきことだと思いますけどね。なんですんなり受け入れたんですかそれはあなたが狼で、3番さんを噛んだから、噛まれましたってなったからでしょう。別に不当ではないでしょう。うん。 で、それから、5番さんに関してはさ、えっと、囲いを見ないのが安直、囲いを見,見ないっていうのが安直だから、私がう疑われるのはおかしいってなんか過剰反応してたけど、5番さんに関してはさ、3番さんの丸のっかいだったんだよ。囲いはないっていうのは別に別に他の人は何とも思ってないんだけど、8番さん、9番さんの精査で、えっと、9番さんが無難な当たり触りのない発言をしていたから、急ずりって言ったんだよ。5番さんに関しては。それは黒要素ね。 よくわかんない。8級の精査よくわかんない。3の丸のっかりなわけ。今になってみれば、えー、25の、たぶね、多分二2の2狼で、えー、3番さんが死んだのを知ってるから、そのすりよりっていう意味での、えー、5番さんが多分すりよりだったんだねっていうところなんですよね。うん。それから4番さんの発言をしっかり思い出してください。私はこうする意味ないですよね。えっと、4番さんはさ、8番さん噛まれるという謎の発言を残し、はえー 八番さんを占ったの、新キルっていうわけのわからない発言をしてるわけ。ここで四番さんの、えっ、ー、と、新名を見えるんだった私、つってもいいけどね。今日、五に入れてくださいね。九問飲めるはず。投票を始めてください。 6番のプレイヤーが選ばれました9もか6番のプレイヤーは発言してくださいいやえー、9番さんどういうこと ?9 番さん目線さ1番さん白く見てるんじゃないのだって5発釣り切りで終わりじゃん。 え、どういう思考をしてるのかが全くわかんない。4番さんの新要素ありました ?4 番さんに関してはさ、えっと、安易に2、1のさ、朗々しか言ます、えっと、発言してないわけ。まあ、4の話はいっかん。やられたし。マジか、もったいな。え、明日どうするつもりなのえ、えー、<laughs> 困惑極まりない。困惑極まり。 え、じゃあ、今日釣るなら昨日釣ればいいじゃん。で、2番さんがさ、狼だったとしてもさ、どこに白出すか見ればいいじゃん。きき今日釣るくらいなんだったら。私がさ、の、例の結、え、な、どういう、どういう進行なの困惑極まりないでさ。どういう進行なのわけわかんないよ、ご、 幡万んに関してはさ、1から釣って6釣るっていう視点がさ、一万んつ、1万3狼で見てるのに、幡万ん釣って終わらないってことが分かってる視点がまずおかしいでしょ ?5 万んに関してはさ、まあ、昨日さっき言った通りなんだけど、五八釣り切ればいいじゃん。<laughs> まあ、幡万んがさ、私に強靭塗りしてるも、今意味わかんないから全部無視してたけどさ、どう、どうするの明日から。わかるのただまあ、あウイちゃん、白い <laughs> 5、五8、どうやって審議つけるのこれ。ええー。頑張ってください。うん。わ、わかんないよ、私はもう。うん。5落って終わんなかったら考えればよかったのに。頑張ってください。いや、まあ、ベストかな。5が黒だったらやばいし。<laughs> ワンチャンなんか便名もまあ黒かったしな多分多分白だと思うけど絶対蜂狩りだと思うけどねあんなに狩りに切れてたのも絶対蜂が狩りだったからだと思うよ噛まれたくなかったんでしょそういやここはねもう絶対釣られるべきだからこれは大丈夫だね え、誰狼なんだろう全然わかんない。9もありえる。ただ9だ。いや、6潰した、多分ね、9目線。9が狼だったら6シーンだったらやばいから、目線だと思うんだよな。5つって終わんなかった時のことを考えてる気がする。9狼だったら。1狼もありえる。え、多分全員狼ありえるんだよな。まあ、8が狩りなのは、ほぼ間違いない気がするけど。 いいね。この紙なしは素晴らしい。容疑者が多すぎるね、これは。5番、のプレイヤーは発言して,言してください。はい、4日目回ってきました。おはようございます。まあ、今日に関してもやっぱり仮リシのチャットが飛んでこないということで。うんだ、ん<ー>マジカリ ってことは、やっぱり俺は、うんとまあ今日の初旬のトップバッターということで、発言はやっぱり昨日と変わりませんね。うんえー、1番さんはなんで6番釣りが飲めないのかってところ。で、9番さんは、いやだけどな、9番さん、投票も6人いってるんでしょあの番面、9番さん、人狼だあー、いや、でも9番さん、人狼だったら。 白いのは9ですけど、ね。91は6シンでもいいのか、9番視点は。客1的に見て白いのは91ですけど、オーでもは何でも,俺もいいよっていう盤面だから表示体では色はつけないのか。うん。うん。いや、俺8番のオオカミはないと思うんだけどな。だって。いやー。 うん。初旬きついなみんなの発言聞きたかったけどな。いや、俺は9か1かだと思ってるよ。うん、9ん1か一だと思ってなんか急な気がしてきたな。でも、八番さんはもうノーシーズン、9回、ね、1回1回だ,だ,だと思う。9回1回1回だと。思うだと。だから、8番さんの先生は聞きたいわ。8りだと。思う 1がオオカミないとわけやな。イイどう考えても一だろうが。ああ、頭くるな、ほんと5番夏に聞いてたら、イライラするな。9番が人狼だったら、5番投票して PP だよ。6番夏がめちゃくちゃだろ。58って言ってんだよ、6番は。6番して2黒なのに8番疑ってる時点で、6番の考察めちゃくちゃだろ。なんでね 何でだ正直、初日に新霊のつって、初日の夜に新占いしかまれて。いや、じゃ一昨日、釣れよ、じゃあ。4んで見てるんだったら6釣れよ。頭おかしいじゃんと。そして、その思考が、<laughs> この段階にもなってわかんない、ね。投票し,してなかったじゃん、あなた。うん かれてる人し七 <laughs> だ,だけだよ。まともな進行してたの。あさっての考察してるの本当な何考えてんの, <laughs> の理解に苦しむわ。さすがに、さすがにちょっとイライラすぎ、暴言出たけど、1番しかありえないでしょ。5番に投票してるのって、それは1番目線6教授の、それは透けてるよ。うん しかもあなたきの1に入れれって言ってなかったん 5,、ねまあ、?5 か8入れれば勝ちだもん。p b だもん。もうそれに気づけない時点でもう終わってるよ。<laughs> うんまあ、9番はこれで5行くとか8行くとか言ったらもううじ湧いてるわ、ほ <laughs>、うんあきってレベルが低すぎる。<laughs> うん、だから1、2、6、強だっつってたろ、初日から。<laughs> 聞けよ、話よ。 日本の話を <laughs> 聞けよ9番のプレイヤーは発言してくださいほなお前は何で昨日1番さんに投票せず6番さんに投票せず <laughs> 1>, 1番さん投票すればい。っ冷静なツッコミ <laughs> なんでその理由説明しないんですか意味わからへんで <laughs> それだで俺が昨日5番さんじゃなくて6番さんに入れたのは5番さんより8番の方が黒く感じたから5番さんに行ってピピ起こされるよりは6番さん釣られてくれた方がいいなと思って6番さんに入れましたね。あなたは6番さんに縄が届かないっていう発言をしてるにもかかわらず最初から6番さんに投票してるじゃないですか。おかしくないですか最初からね決成の投票の時に6番さんに入れるのは分かりますよ。 なのになんで1週目の段階で1番さんに入れずに6番さんにあなた投票してるか <laughs> 意味がわからないですけど。だから俺はそれでも8番さんに入れますよ。今の段階では。5番さんがなんで私が釣り対象から外れたんですかって言ってますけど、8番さんが黒くなるからどれ理由言ってるじゃないですか。だからあいに5番さんっていうふうに言ってることがわからないから5番さんっていうふうに考えてたけれども、それだけじゃあかんなっていうので、俺は8番さんに投票した昨日も うーんだって、じ本さん、ずっと強気な発言で2つテーする、2つってジする、2つってジする、2つってジするっつってんのに、6万3投票やで。<laughs> 6万3に縄が届かないって言ってんのに、もうそれが意味わからんわ。それでなんかわけわからん暴言ばっか吐いて、どうしたんって思うけどね。<laughs> どうしたんちょっと人間性疑うわって、ちょっと思った。<laughs> まあ、一うさんのに、なんか9が狼だったら綺麗だけどな。ああ、でもどこ釣るかとかは言わんほうがよかったのかな。まあ、いっか。9狼だってほしいな、これ。聞いて決めますが。 のプレイヤーは発言してくださいあーそうですね9番さんが一番まともだね。9番さん、オーカーやったらもう負けていいわっていうレベルの構造つかないやっぱ番さん。オーカーやったら綺麗だね。9番さん言ってくれたらね、5番さんに関してもクロースあるし、8番さんに関してもクロースまで。ただ、5番さんに関しては、4番さん初日行ったでしょ、うん、ってなって、3人が噛まれて、じゃあ2番行きます、うん。その後6番、それをね、 2番も6番の話を聞く前に5番さん言ってたよ、ね、それが5番さんに狂いで苦労したよ。決め打とうっていう気持ちが一つもない。うん、うそれは本当役職に失礼だと思っている。うん、で、ね、8番さんに関しては、なぜ4番さんを死んだと思って6番さんを偽だと思っているのか、3番さんを死んだと思って2番さんは偽だと思っているのか、これ番見えすぎでしょ、うん。発言から精査も何もしようとしていないし、 もう君打ったまんま変わっていないのにかかわらず、6番さんは勝ってると思うけどな。そこもおかしいし、あなたが本当に村人で自分の意思を持って、本当に3番さんが、ね、死んで、6番さんが偽、4番さんが死んで、2番さんが偽ってわかるんであれば、昨日は俺投票が一番村に響いた。どこ狼なんだろうな。だ9番さん言ってくれた。だからぶっちゃけね、9番さんはびて58どっち狼かわかんないですよ。てか濁りすぎなんですよね。うん ああ<ス>、でもね、結局ここに俺を釣り地持ってくるって、確実にも狼知られてるんですよ。二番さん黒見えた、六番さんが売ってくれた、六番さんが偽か本物か僕はわかりませんよ。発言からしか精査していない。四番さんと六番さん、の発言比べれば、六番さんのが死んだと思って、ただそれだけです。だこれさ、<だ>狼がさ、さが黒って出てる以上、僕の。先が向かってくるのは、当たり前なんですよね。全然ぐっちょ、うん、も起きたら、けないっていうのが。最悪だけどな。それが村安だと思っている。ただ五八に関して。 全く分かんないけどうんほんと5八に関してはほんと申し訳ないけど分かんないと思ってるうんだから9番さん8番さんいくでしょ8番さんでいいです勝ちっつったら勝ってると思うけどなこれで狼が釣られない上で 一八。え、これさ、ゴー狼はなくなったか。いやー、じゃ、ゴー釣りで誰勝ったかな。一番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、えー。終わるんでしょうかね、この村は果たしてこれから先。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、やっぱ5番さんよりも8番さんの方がやっぱ初日からずっと俺黒いと思っていたから8番さんで9番さんが8番さんに行くって言うからここはもう村を結託しないと変わってないところだからね。だから8番さんに行くと言いました。あま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 あ、全然もう一し回そうよ。<laughs> じゃあ逆に言ったらね。このまま同票と同投票,票,票,票で、もう一回みんな喋り合おうって俺は思うけどね。<laughs> うん やっぱ58、9番さは省くわ、うん。9番さん省くね。58に関して精査をしっかりしなくちゃいけないと思ってるからね。うん、だけれども、5番さんよりも8番さんの方が深くて様子が多いし、黒いかな。オオカミにふさわしいのかなっていうふうには思うかな。うん。まあ、5がオオカミだったら8に行っけばよかったもんな。いやー、ちょっとわかんないな。うん。ちょっともう一回、投票にし、同票俵と投票にしてください。8番。 のプレイヤーは発言し,てくださ相手しか思えない9番はあの一番視点ってすごいなうんすごいなと思った、うん、58どっちかもう一回考えるって、うん、5番が人狼だったらこれ村負けなんだよね一、うん、番視点ってもう完全に <laughs> いやもう正直もう本当に本当 多分9番がいかれてる。うん、<laughs> 申し訳ないけど、これ9番ブロックするわ、レベル。<laughs> あっはっはっは。書いてることも自己紹介もレベル低いし。<laughs> なにこいつって思った。<laughs> あの、9、うん、が一番まともなんだよな。 あ正直、<laughs> なんで一番昨日投票しないのバカじゃねえのって。何言ってんの ?5 番釣られたらピーピーになって負けなんだよ、バカ。あ <laughs> い,いてんの9番だろ。だから6番投票するしかないんだろ。本当 <laughs> それがわかる。ないえーなー。9番はバカ。本当に。いやもうひどすがすがしいよね、ここまで生きてたら。579どこもひどかったけど。 一番悪いのは9番 <laughs>、うん。この後に及んでまで8番に入れてるって、本当に宇治は空いてるしか思えない。宇治は空いてると思う、本当。もうここまで言うともう、何がキャバ嬢と遊ぶのって悪いことなんでしょうか。嫁に怒られます。ふざけんなバーガー。空いてるか、そんなことですか。書けない。<laughs> 公園ですか。書けないんだよ。<laughs> 何よ病院行けて人間性疑うのは9番の。 9番の人間っすてかここまで暴言で出ることはほとんどないけどな投票を始めてくださいもう終わらせてくれもうハンの発言聞きたくねえよもうエンドレス村見たくねえオオカミ噛まないでしょこれ終わらせてくれ8番 のプレイヤーが選ばれましたよしいや、ただ、いいぞ。9狩りだった。1> 1<番>いや、9狩りないから、五かめば終わりそうだけどな、負ていいかなと思いました。うん、あまあ、結局当たってると思いますけどね、内訳は。うんうん、正直、号、う、級、ん、がバカすぎる。うん 号泣がバカすぎるなと思ってます。うん、ああ、なんか無駄なニコイン使ったなって感じですね。っていうか、ま、無駄な時間を過ごしたな。<laughs> いや、暴言吐いてるからやろ。初日心霊のをつって。<laughs> 人狼殺やんなよ、じゃあ。もう、向いてねえよ。暴言吐くやつ、人狼向いてねいかな。再死をつって、負けるっていうね。うん あ多分もう5、7、9に関してはもう人狼やめた方がいいと。いや、お前がやめろ。お前、本当九に。お前がやめろ。あさっての方向にしか向いてない、ね。え、これグッちョブ出た最下なんだけどな、大丈夫かなグッちョブだけは怖いけどな。 夜が来ましたいやさすがないかい、まあ、7か8だと思うけどなまあ9 1のどっちかだと思うけどねまあ5はないよね5だったら8入れてるし、まあ、あって狩りは5じゃない ?1 もない9もないね5神で終わりしょ8狩りだと思うけどな 7狩りやったら出るべきだしね絶対5神が硬いね5、まあ、まあないだろうけどあって5狩りだから5かんでほしてけどね 朝が来ました昨夜死んだのはもう一神なんだ一番ゲームうわあぶねえ5か危ねえ対立させられた対立させられたんだけど 危ねえ、5かー、よかった。え、5かー。いやー、5、なんで8入れなかったんだろう。<laughs> いやー、危ね、危なかったー。 <laughs> めっちゃ持ってんだけど。<laughs> いやー、よかったよかった。七狩り。七狩りなのか。なんで出なかったんだろう。かまれいち、占われいちやが絶対出るべきなんだけどね。片白入ったら。いや、危な G g えいや、よかったー。いやー、危なかったな。 5番さんナイスでしたね。グッドゲーム。